秘宝、山川穂高さん野球やめていた。山川穂高、三分で玉拾い、後輩へノック、株主から即解雇、求められる中で続く、生殺しの日々。山川は西武ドームの屋内練習場で、ファームの選手らと共に練習に励んでいた。その様子を観覧したファンは、彼の姿に胸が苦しくなったという。奥の隅っこでひたすらノックを打ち、若手さん4人の練習相手になっていました。あの世界一に輝いた侍ジャパン選手が下働きしているんですから、寂しい限りです。ただノックを打つ目が時折、俺はこのままじゃ終わらねえぞと言わんばかりに鋭くなる時もあって、まだ一軍復帰を諦めていないんだろうなと感じました。一部で10キロ激痩せなんて報道がありましたが、むしろ少し太ったように見えました。練習は14時頃まで行われ、練習終了の合図が聞こえた時、山川の取った行動に目を見張ったという。選手スタッフらと玉拾いを始めたんです。ただ他の選手らはテキパキと玉を集めるのに対し、山川選手は4球程度をゆっくりと拾うだけで、進んでやっている感じではなかったですが、当然現状山川は解雇も言い渡されず、3軍で玉拾い生活だ。球団関係者によれば、この生殺し状態にやきもきしているのが選手会だという。実は選手会から球団に対して山川の処分をどのようにするのか事情を聞きたいと申し出る動きがあるようです。確かに山川の件は在宅で捜査を受けており、基礎か不基礎かについての検察の判断は期限がありません。とはいえ、現在の山川のように処分の方針もわからないまま放置されるというケースが一度起こると、今後他の選手にも同様の措置を取られる可能性がある。正直山川の解雇は確定的というのが大方の見方です。であればとっとと処分を決めてほしいというのが選手会としても本音でしょうね。一軍復帰かトレードか、はたまた基礎か、いずれにせよ山川が西武ドームで玉拾いをする日々はまだ続きそうだ。写真これマジ20キロくらい太ってるやろ。西武って三軍生やったんかい。今知ったわ。見てて熱くなれるシーンもいくつかあった選手なだけに残念やわ。チューブラリンが良くないわな。基礎か不基礎かはよ、まだ進展ないの？若手もやりにくいだろうに。1億で示談しなかったのマジで最悪の握手だったよな。バッドエンドにしか行かない選択肢を選んでしまった男。そもそも1億ってどこそのゴシップ誌が書いただけで、実際にそういう交渉があったかどうかすらわからない。むしろ太ったで草。シーズン中に起訴されたら解雇できるんか？そうしたら年俸とかどうなるんやろ。こっから復帰できんの？え、あの山川が4球も拾ってる。侍の姿か？これが。あのニヤニヤインタビューは何やったんや。周りの連中もやりづらいやろ。